那覇市の末吉公園に来ました。今日は沖縄自然環境ファンクラブが公園内のビオトープ作りをしています。私たちも参加してみましょう。沖縄自然環境ファンクラブでは、失われゆく街中の自然を蘇らせる取り組みを応援する市民活動として昨年立ち上げられました。公園内にビオトープを作るため、これまで実際の湿地や水辺の観察会などを行ってきました。今日はビオトープに使う石拾いとビオトープ作りの意見交換会を行います。まず、はい、沖縄自然環境ファンクラブはどのような経緯で立ち上げられたのでしょうか。そうですね、この団体っていうのは自然が好きな人が集まってできたんですけども、特にここ那覇市立森の民民という場所があるんですけども、そこによく出入りした人たちの間で最近自然がなくなったよね、これどうにかしたいよねっていう時に、具体的に何かこんな風にして応援したらいいかなという手法を示せるような団体があった方がいいんじゃないかなということが元々の経緯なんですね。活動内容というのはどういったことをされてますか？応援したいということなんで、今当面はここにビオトープを作ろうと、末吉公園というの自体が大きな森の自然なんですけども、その自然をもっとより本来の自然の形になるように応援するという意味で、そこに水辺のビオトープを作ろうという今活動をしています。そのビオトープなんですけども、はい、具体的に言うとどういったものを指すんですか？生き物が住む空間という意味なんですね。そういう意味では、末吉公園まさに森のビオトープ、だから水辺がなくても、森のビオトープなんですね。で、今僕らがそのビオトープに注目しているのは、そういった生き物が住む空間という形でいろんな場所を整備するとか残していくっていうのが身近な自然を残すことにつながるのかなと思ってて、あえてそのビオトープという言葉を使って、で、末吉公園でも森のビオトープではあるんだけども、そこに今少し弱いかなと思う水辺というものをそこに作っていって、それを水辺のビオトープと呼ん でトータルで末吉の森の自然をうまくいいものにしていきたいなと思ってます。形は今日みんなでどんな感じになるかというのを考えながら、できるだけ僕らが手を入れなくてもいい方法どうしたらいいのかとか、あとはおそらく作った後、最初は僕らが在来種を植えても外来種入ってきます。でもそれがどういうふうにすると入りにくいのか。末吉公園には豊かな自然環境の中にたくさんの生き物が生息していますが、都市公園として整備されているため、昔ながらの沖縄の自然がそのまま残っているとは言えないのです。沖縄自然環境クラブでは市民と行政が協力し合って、末吉公園にできるだけ元の自然を蘇らせる試みとしてビオトープ作りを始めました。公園内には結構大きな石が転がっています。これを集めてビオトープに活用することになりました。集めた石は軽トラックに積んでビオトープ予定地に運びます。この日は軽トラック3往復の石を運びました。ロープを張ってビオトープのイメージをみんなで考えます。池の部分と渓流の部分があり、クラブの代表者の藤井さんを中心に一般市民や行政の参加者がアイデアを出し合いながらビオトープの形を練っていきました。おそらく確実に戻ってくるのは沼エビと手長エビは確実に戻ってきて、他のものはどうかなというのは課題ですね。次の今日の一番の目的は子どもたちなんかが、動物とか植物とか自然により親しめるような環境が作れるんであれば、それはいいんじゃないかなとは思いますね。僕らが作ろうと言って、でこう線引っ張ってしまって作ってしまうのは簡単なんですけども、それ共有できるのかなっていうふうなところから、もっとみんなに関わってもらいたいというところで、あえてこうステップを踏んでいくっていうパターンで進めています。那覇の街中の自然でですね、こう失われつつあるものっていうものは、他に代表的なところでどんなところですか？そうですね、いや
結構いっぱいあると思うんですよ。で実はこれは僕なんかよりも昔から住んでる人たちが一番気が付いてて、昔こんなことあったよねって、この川で遊んだよねとか、この川にこんなのいたよねとか、ここにはなんか森があったとか草原があったよねっていうのは多分地元の人が一番知ってるんですよ。でもそれが気が付いたらないでしょ。でしかもそれが急激になくなっていて、でこれが那覇だけではなくて、おそらく沖縄中、日本中、世界中同時進行で起こってるんですね。で僕はそういう流れをどっかでこう止めるには身近なところからやるしかないのかなと思ってるんですよ。もちろんボルネオの森のことを僕らが思い馳せてどうにかしようと思うことも大事だし、アマゾンの熱帯雨林もとても大事だけども、それと同時にじゃあ自分たちが住んでる那覇はどうなのとか、浦添はどうなのとか、やんばるどうなのっていうところの視点がもう一歩必要だと思うんですね。でそういう意味では自分たちがどうやっていかに自然と共存できるのか、それが問われてると思うんですよね。だからCO2 削減と同じように身近な自然と共存するという意識は多分地球を守っていくためには必要だと思いますね。次はですね、ビオトープだけじゃなくて、僕は須吉公園の中の外来種の問題、そしてそれとか今緑地でどんな植物が植わっているのか、もしかしたらもっともっとあった植物を植えるだけでも、もしかしたら自然が回復する場所もあるかもしれないというような、そういうところにもちょっと関わっていきたいなと思っています。街中の自然が失われていくことに歯止めをかけ、市民と行政が一緒になって自然をよみがえらせる取り組みを行う沖縄自然環境ファンクラブの活動を見て、豊かな自然の宝庫だと思っていた末吉公園でも本当の生態系を取り戻すには考えなければならないことがまだまだあることを実感しました。市民一人一人が自分の問題として関わっていくことが大切だと感じました。